80分だってさ。どうします寮の門限には何とか間に合いそうですが。こっちには魔剣士が3人もいるんだぞ。そうですね場違い感マックスだな。お客様、失礼ですが少しお時間をいただけますか。ぜひご協力くださいませ。俺も協力します。自分もです。まるで前世の百貨店みたいだ。チョコやらコーヒーやら。ガンマ、じゃあここ君の店なんだ。はい。なるほどね。そういえば昔前世のことを影の栄頭脳か。これが頭脳の作家。お久しぶりです主様。運動能力は最悪だ。どうぞこちらへ。鼻血出てるよ。いいぞこれ。まさに王、影の実力者になった気分だ。褒美だ、受け取れ。今日という日を生涯忘れません。それでこの店結構稼いでる感じ。10億銭ほどなら即座に運用可能です。少なかったでしょうか。いやでもこんなに儲けてるなら。いや、王都に現れた人斬り、漆黒の衣をまといシャドウガーデンの名を語る愚者ども。そういえばジャガたちも人斬りがどうとか。人斬り、まさかもう答えにたどり着いたと。いえ、主様の英知をもってすれば当然のこと。その子はニュー、新たなナンバーズです。まだ入って日は浅いですが、その実力はアルファ様も認めています。ふん。そうだ、チョコを買いたいんだけど、一番安いの3人分。チョコレート？10割？つまりタダじゃん、ラッキー。まあ